こんにちは、カジカジオです。今回は魚さばきの基本シリーズ、早い三枚おろしのご紹介です。以前ご紹介した本おろしをマスターした方の応用編の動画です。ある程度魚がさばけるようになれば、早くさばけるようにしたいですよね。前回の本おろしをしっかりと理解マスターした上で、今回のさばき方もぜひマスターしてくださいね。今回は今が旬のイサキ、マダイ、シマアジを使って早い三枚おろしを紹介していきます。まずはいつものように鱗を描いていきます。鱗が取れたら、まずは水気を拭き取りましょう。この時、頭から尻尾に向かって拭いていきます。尻尾から拭いてしまうと背びれで指をつくので注意しましょう。水気が取れたら頭と内臓を取り出します。鎌の後ろに包丁を入れ、頭と尻尾を持って中骨をへし折ります。頭が取れたら腹を割って内臓と血合いを取り除きます。立派な白子が入っていました。頭と内臓、血合いを取るところまでは本おろしと同じです。血合いに傷をつけ、きれいに洗い流します。お腹の中をきれいにした後も、しっかりと水気を拭き取りましょう。お腹の中も忘れずに。きれいに拭けたら、3枚におろしていきます。本おろしでは、腹から包丁を入れ、背から包丁を入れ、ひっくり返して、背、腹と、4手必要でした。今回のさばき方は、腹から包丁を入れ、そのまま中骨を越え、背まで片側を1手で下ろしていきます。まずは、皮目にガイドラインを入れ、中骨まで包丁を入れます。中骨まで包丁が入ったら、腹骨を断ち切ります。こんな感じ。中骨は少し盛り上がっているので、腹骨を断ち切るときの包丁は少し立てて切りましょう。腹骨が断ち切れたら、あとは骨に沿って背中まで包丁を入れていきます。片身が下ろせました。魚を返していない分、早く下ろせます。次は反対側を背から腹まで同じようにさばきます。皮目にガイドラインを入れ、中骨まで包丁が入ったら、腹骨を断ち切ります。これは本おろしでも同じやり方をしていましたね。あとは骨に沿って腹まで包丁を入れたら、三枚おろしの完成です。このおろし方だと、本おろしで4手のところ、2手でさばけるので仕事が早くなります。上身、下身、アラの3枚におろせました。次は魚を変えてマダイでやってみます。やり方はイサキと同じです。頭と内臓を取り出し、血合いをきれいにしていきます。
マダイも白子でしたね。お腹の中がきれいになったので、3枚におろしていきます。このさばき方は、ほとんどの魚で使えますが、少し弱点もあります。イサキやマダイなど、しっかりとした身質の魚は問題ありませんが、サバやハマチのような青魚は、身割れしやすくなります。慣れればほとんどの魚はこのさばき方でいけますが、かなりの練習量が必要です。その点、本おろしはすべての魚で使えるので、必ずマスターしておきたいですね。身がしっかりとした白身魚は今回のさばき方で早くおろし、青魚のような身割れしやすい魚は本おろしで丁寧にと使い分けるといいかもしれませんね。片身がおろせました。またこのおろし方は慣れないと骨に身を残してしまいがちです。中骨までは本おろしと同じなので問題ありませんが、中骨を超えたところの包丁の角度を注意しましょう。中骨は少し盛り上がっているので、包丁を少し立てて切り進めないと中骨の厚さの分ロスが出てしまいます。こんな風に中骨を越えるときに少し包丁を立てるようにして、骨に身が残らないように注意しましょう。これでマダイの三枚おろしの完成です。次は青魚のシマアジでもやってみます。アジの仲間は尻尾の付け根にゼイゴという鋭い鱗がついているので、絶対に頭から尻尾に向かうように水分を拭き取りましょう。アジの仲間はよくゼイゴから取りますが、お刺身で食べる場合は皮を引いてしまうのでそのままでも大丈夫です。先ほどこのさばき方の弱点、青魚は身割れしやすいと言いましたが、シマアジは青魚の中でも身がしっかりとしているので、このおろし方でもさばけます。ですがイサキやマダイに比べると身割れしやすいのは確かなので、慣れが必要です。いろいろな魚をさばいて経験を積みましょう。身割れしやすい魚は立ち数を少なくするのがコツです。何度も包丁を入れてしまうと身に負荷がかかり、身割れするリスクが上がります。お腹の中がきれいになったので、3枚におろしていきましょう。まずは皮目に1本ガイドラインを入れ、骨に沿って中骨まで包丁を進めます。2手でほぼ中骨まで包丁が入っています。中骨の際、中骨の上までしっかり包丁を入れておきましょう。中骨まで包丁が入ったら包丁を少し立て、腹骨を断ち切り、包丁を立てたまま尻尾まで中骨の際の身を剥がします。ここまで来れば、あとは骨に沿って背中まで包丁を進めましょう。背中側も2手でさばき切りました。立ち数を少なくすると、身割れしやすい魚もきれいにおろせます。皮目にガイドラインを入れ、
2手で中骨まで包丁を入れます。この時中骨の際、中骨の上までしっかりと包丁を入れましょう。ここまでできたら腹骨を断ち切り、腹の身も外していきます。この時尻びれのあたりが引っかかることがありますが、焦らず包丁が入るポイントを探しましょう。これで島アジの三枚おろしができました。骨に身を残さず、これくらい綺麗にさばけるよう練習しましょう。最後にアラを使って今回の復習です。腹側から包丁を入れ、中骨の際までしっかりと包丁を入れる。包丁を少し立て腹骨を断ち切り、中骨の際を外す。あとは骨に沿って背中まで包丁を進める。このさばき方は中骨を越えたところに身が残りがちなので、そこを意識してさばくと無駄なくおろせますよ。本おろしの場合は中骨まで包丁を入れたら魚を反転させ、反対側から中骨の際まで包丁を入れてから中骨と腹骨を断ち切るので、中骨の際に身が残りづらいさばき方です。どちらのさばき方でも骨が透けて見えるくらい無駄なくおろせるよう頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではご家庭で使えるプロの技を紹介しています。家族や友人にもシェアして一緒に料理上級者を目指しましょう。